周平です。こんばんは、松陰寺ということ、松井裕太です。ここからは、ぺこぱのオールナイトニッポンゼロの時間ですが、まずは気象に関する情報です。広田みゆきアナウンサー、お願いします。はい、お伝えします。広田アナウンサー、ありがとうございました。ね、ちょっと雨、皆さん気をつけてくださいね。そうですね、ちょっと自然災害怖いですからね。ね、はい、川とかは、雨止んだ後とかもね、うん、どんどん増水してきたりするんで、そうですね。くれぐれも近づかないように、はい。はい。続きご注意ください。はい、よろしくお願いします。はい。さあ、というわけで、シュウペイさん。はい。しあさって、おい。シュウペイさん誕生日ですね。7月16日に、35歳を迎えようとしてますね。てん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 。そこもてんてんてんなの？そこはてんてんてんじゃなくていいじゃん。いや、ハッピーバースデーでもそこ歌詞あるじゃん、そこは。てんてんてん、ディアシューペイ。どうした、おい。はい。さあ、シューペイさんどうぞ。こちらでございます。え？なんかプレゼント渡されたんですけど。はい、今ね、ですかこれ、シューペイさんにプレゼントお渡ししました。マジで何かわかんない。ちょっと、見てみてよ。え？何これ？はい。もう箱をいただきました。はい、箱を。重めの。重めの。え、何これ去年はね、ちょっと、マッサージ系の、ブルブルする、ボールだったんだけど。そうですね。はい。で、何かわかる今の段階で。全くわかりません。大きさは、これはでも。デカめのマウスにしか見えない。デカめのマウスってなんだよ、お前。デカめのマウスみたいな。え、何これクリックするマウスじゃないから。マジで何、はい、今ちょっとごめんなさい。開封をしております。開封してるんですが、今開けても何かわかりません。はい。はいさあわわわわわ、結構重量感あるでしょ？ありますね。はいまあ、大きさも、はい。手のひらよりもちょっと大きいみたいな。はい、え、何これ？ちょっと見てみてよ。え何？はいはいはい。指圧？はい。プレート？はい。何これ？私服の指抜き感を。え、何これ？何これ？何これ？これは、言ってしまえば、はい、あれですね、手のマッサージですね。手のマッサージ、はい、そんなのあるんだ。あるんですよ。やっぱシュウペイさん、やっぱり芸能界一、うん、指を酷使するタレントさんだと思うんですよね。あまあまあ、確かにね。はい、やっぱりシュウペイポーズ、やっぱ人差し指だったりとか、うん、やっぱ綺麗なね、指をやっぱり顔の前でクロスさせなきゃいけないじゃないですか。そうですね。はい。はい、そのために、ちょっとやっぱ、その手のケアをしっかりしてもらおうかなということで。うん、なるほど。はい、ちょっと今、はい、接続して、どうやって手入れて、まず手入れて。どっちでもいいんだよ、ね。どっちでもいい。で、手入れんの？手入れて。で、その一番下のボタン押してみ。それ。すごい。来た。おーあー、なにこれみんななんか音聞こえる？わかります？あーあすっごいマッサージされてますよ。すごいギューって、手ギューってなんかこう、指で指圧されてる感じかな。ブーってなってる。ちょっとこう圧迫されるというか。結構いろんなパターンあるでしょ、うん、何これなんかヒーターとかオンオフ。ちょ、あったかくしてくれるのかな。あったかくなる、あったかくなったりする、うん。確かに指先とかね。そう。結構冷えがちになっちゃったりするし。はい、これさ。地味な音地味な音ブーって。これさ。聞こえるかなみんな。これさ、聞こえます今鳴ってるやつ。ちょっと強さとかも変えれるんだ、はい、これ。うん。どうでしょう白。結構強め。あ、結構強いと、指圧も強くしてくれるんだね。誕生日にいつも鳴る、この振動音何なんだよ、うん。確かにね。去年はブルルルルっていうね。これでもなかなか、自分じゃ買わないっしょ。いや、確かに。でもこういうのあるの知らなかった。はい。ぜひ。これ俺ずっと、家で俺これ片手をちょっとマッサージされながら。ぜひ人差し指を酷使した時はぜひ使ってみてください。すごい、こんなんだ。あるんですよ。これ、松陰寺さん一回使ったこれ。使ってないよ。一回開けたでしょ、でも。あ、でもその家で開けたでしょ、これ。開けたというか、うん、充電しなきゃいけないやつかなっていうのを確認したのね。うん、いや、うん、さ、うん、後ろのさ、うん、ゴムのところに、うん、確実に犬の毛がついてる。お前使ってんだろ、これ、お前。じゃあ、その、充電しとかな。犬の毛めっちゃついてんだけど、おい。充電しとかななと思ったんだけど、アダプターだったから、あ、充電しなくていいんだって、その確認のためだけに開けただけだから。てか、犬の毛すごくねえよ、これ。中古じゃねえか、これ。いや、もう新品でございます。ほんとに？ぜひ使ってみてください。それ犬の毛は失礼いたします。犬の毛めっちゃついてんだけど。まあまあまあ、ありがとうございます。はい、ぜひぜひ毎年ありがとうございます。指先をね、ケアしてください。はい。あ、はい、でもすっごい。かなりなんか、いい感じですよ、なんか。気持ちいいです、はい、気持ちいいです、はい。なんか今すごい売れてるみたいなんで。はい、あ、本当ですか、はい、はい。じゃあこちら、視聴者プレゼント。なんでだよシュウペイさんのために。いや、もう使ったんで。え、もう使ったんでじゃねえ。満足。一回使ったら満足じゃないんだよ。はい、視聴者の方にも。消せよ、ブーンを。
や、ありがとうございます。すいません。使ってみてください。なんかね、はい、普通にこうぼーっとしてる時とか使えそうっすね。はい、ね、指の反りがやっぱ綺麗な方がね、はい、シュペポーズも綺麗あるんで。なるほど。はい。じゃあちょっとそこでちょっとね、マッサージをしながら。はい、よろしくお願いします。はい。はい、じゃいただきました、皆さん。ありがとうございます。はい。はい、というわけで、うん、僕のね、うん、大好きな、うん、ブレイキングダウンの、第5弾。お前その話。これがですね、次の日曜日に開催されるんですよ。7月17日ですね。はい、はい。はい。で、格闘技大好きのね、うん、シュウペイは非常に楽しみにしていて。先週ちょっとお話しましたけどね。はい。はい、で、まあ、見たことない人にもね、うん、ちょっとちょっと知ってもらいたいので、お話しますと、はいはい、うん、まあ、素人とか、格闘技経験者が、うん、1分間の、はい、リングで戦う格闘技イベントなんですね。はいはい、で、参加者はもうみんなもうやんちゃで、うん、ね、ちょっと訳ありな人が多い。ガチンコファイトクラブみたいな感じだよね。ちょっと不良、元不良だったりとか、もう現役だったり、はいはい、ちょっとこう暴走族上がりだったりとか、はいはいはい、うん、まあちょっとこう少年院に実は昔入ってたみたいな、まあちょっとこう、もう、イケイケな。もう本当に、喧嘩が大きいんだよね、はい、もうその場で。はい。だからなんかこう、路上でやってる喧嘩を、うん、こうなんかこう、なんていうのかな。ちょっと離れたとこから見てる感覚みたいな。うん、だ安全な一応リングの上で、1分間殴り合うみたいな。これを俺らがここでいじってたのが一番ダセよ。俺、お前ら、ペコパどうせあんなとこ行ったって何もできないだろうっていうのにさ、オープニングで話しちゃうって、超安全なところからいじってるよね。そうよ、我々はすごい安全なところから話してますからね。はい、で、出場者は毎回オーディションで決定されるんですけども、はいはい、そのオーディションがまず面白いんですよ。これはね、はい、マジで面白いんで、ちょっと皆さん、うん、俺もね、見てほしいんです。好きなんですよ、僕も実は。そう。はい、もうなんか殺風景なスタジオになんか、うん、パイプ椅子がこう並んでて、はいはい、で、参加者がこう、どんどん、うん、こう座ってくるんですね、順番に。順番にね、入ってくる、うん、オーディションやって、はい、うん。で、大体みんな座ってる時、大股開き。そうなん、そんなに開くっていうくらいみんなガッサー開いてるよな。もう、座り方、ね、なんか座り方選手権じゃないけど。やってないけどね。うん。どの座り方が一番やんちゃに見えるのか、まあ、大股開きかな、みたいな。この前はだってその椅子投げてたからね。椅子、そうそうそう、パイプ椅子も飛び交うような。そうそう、本当に。そう。いや、面白いんだよ。で、もちろん、その、回し役、うん、もう、それは主催の朝倉未来選手が、こう、やってるっていうね、うん、はい、この企画なんですよ。だから、その、ちょっと、その、パイプ椅子座って、ちょっとした小競り合いになると、うん、朝倉未来さんが、じゃあ、二人やりますかっていう、ね、すごい冷静に。そう、もう、リングもあるから、スパーリングじゃあ、二人そこやっちゃおうよ、みたいな。やんちゃ同士、ちょっと二人やって、うん、で、その、どっちかが勝った方が、なんか、誰か対戦相手と組めるとかね。そうそうそう、だから、よくライブの企画である、うん、じゃあ、君と君即興で、漫才やってるとか、わけが違うんだよ、本当に。そのドリームマッチ感じゃないんだよ、ね。不良のね。なんか戦いみたいな。もう喧嘩自慢みたいな ね。いや、だから俺も見てるけどさ、はい、もう米尾くんとか俺好きだよね、やっぱ。ああ。気合入ってんだよね。はいはい。なんか前回のね、うん、ブレイキングダウンでちょっと有名になって。そうそうそう。うん。なんだろう、ウリタさんと対決した人だよね。見てんじゃねえよ、お前。うん。見て、目合わせてんじゃねえよ。合ってんだろ。なんでやるんだろ、っていう。次にね、お前。見ろよ。目合わせろよ。合ってんだろ、今。とか言って、ね。そう、めちゃめちゃいい。もう合ってる、合ってない。合ってる、合ってないで。合った、合ってない。いや、それでどう喧嘩すんのみたいな。いや、やっぱやんちゃはね、それでいける、うん。それで勝敗つけれるみたいな。十分ガソリン入ってますから、それで。目合ってる、合ってないもんだよ、ね。俺好きなの、十人二期ね。ああ、十人二期ね。うん、十人二期っていうのは、うん、十対一で、喧嘩で勝ったことがあるっつって、うん、いきり倒して、うん、で、マジかお前すげえな、みたいになって、そうそうそう、じゃあ君、この人と喧嘩やってみようかっつって。じゃあスパーリングしようみたいな。そしたら、めちゃめちゃ弱くて。そうそう、ワンパンで、ぶっ倒れる。ぶっ倒れるんだよ。で、後々聞いたら、うん、嘘でした、ね。いや、そんないきり方あるみたいな。あと、最近上がってたのでさ、うん、醤油頭から被るやついたよね。あ、いたね。ね、その。そう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 。めちゃめちゃ煽って。そう、煽って。なんかその演出とか、まあ、自分なりのアピールなんだよね。そう、アピールなんだよ。だからそこで目立たないと、うん、そうそうそう、その、朝倉未来さんに認めてもらえないから、はい、みんなパフォーマンス込みでやるんだよね。そうそうそう。目に留まったやつが、あ、この人面白そうだから、じゃあ対戦させてみようよ、みたいなね。そうそう。で、なんかその、もうめちゃくちゃ生きれない。俺はな、うん、ここで人生変えたいと思ってんで、おめえなんか絶対負けねえやつっていきなり、醤油パーン開けて、うん、頭からブワー被って、その後なんか言おうと思ったら、目に醤油染みすぎてさ、喋れないね。とかでむせちゃって。そうそうそう、で、結局、その彼、相手にされないで違う人と、対戦が決まって、いや、俺こんなやったのに何なんすかみたいな。ちょっと滑っちゃったみたいな。なあ、あるよな。そう。でも、ピーターツとか来てたの？ピーターツ来てた。すごいよな。うん。うん、俺とやりたいやついたらかかってこいみたいな。そう。うん、盛り上げるよみたいな。ね、
あと、その、ウリタさんが、二度と関わりたくないって言った、謎の赤サングラスのやつとかさ。うん、ああ、確かにね。その新キャラどんどん出てきてさ、こっちも追っつかないんだよね。うん。うん、何をしてたんだろう、この人みたいな、うん。表には、この人は、なんか出てこれないやつだぞ、みたいな。ね、え、何したのみたいな。ね、あと、その、雰囲気で一線を期す、慶之助とかさ。これ誰もわかんねえよ、これ。わかんねえんだよな。わかんないんだけど、うん、そのね、てめえどこの少年行ってたんだっつってさ、うん、うん、川越か、あんなとこエリートじゃないかって言ったりとか、初犯が行くやつだろうみたいな、はいはい。全然まだ悪いことしてないみたいな、ね。因縁の付け方がピンとこないんだよね、こっちは。そうそうそう。そっちのね、世界のちょっと会話だったりとかするからね。はい、うん。面白いよな、あれ。ちょっと喧嘩してみるよ、ちょっと。え？喧嘩してみるって何それ。ちょっと喧嘩してみるよ、ちょっと。雰囲気わかんないじゃん。今、俺たちが言ってるだけだけど、うん、聞いてる人分かんないから。え、何ブレイキングダウンっていう。なるほどな。じゃあ今ここでやってみるってことか。うん、そうで、やってやるっつってんだろう。なんだ、まあ、聞いてんのか。俺が言ってんだろう。おい、目合わせろよ。目合わせろよ。目合わせろよ。あって、やんのか、お前。来いよ、お前。来いよ、お前。表出たらやべえぞ、お前。バラバラにしてやつぞ、お前。来いよ、お前。お前なんてワンパンだからな。あ、ワンパンしかやる必要もねえんだよ。なんだ、お前。前蹴りしかできないのか、お前。出てくんなよ、お前。前蹴りばっかじゃないか。出てくんなよ。なんで俺、米を設定なんだよ、俺。なんで俺米を設定なんで俺前蹴りってやっぱ喧嘩やり慣れてねえじゃないか俺もお前もそうなん喧嘩したことないからさ、ね、はいそうそうそういや面白いねぜひ皆さんにも見てほしいんだけどねはい、はいはい、というわけで今週はこんなテーマでメールを募集します、うん、最弱リスナーブレイキングダウンさあ本家のブレイキングダウンはですねこう腕自慢が集う最強を決める戦いですが、はい、こ うちの番組のリスナーに喧嘩が強いやつは一人もいません誰もいねえなはいキーっていうやつしかいないからいませんいませんそうなので、はい、あなたのこう弱い部分をオーディション参加者のイキリコメント風に書いてくださいほうほうほうなるほどはい例えばお母さんに買ってもらった服一軍の服として着てるぞこの野郎何やそれダッセみたいなねみたいなはい、まあ、もう一個じゃあちょっと松井さんから紹介お願いしますあ俺からいきますか行っちゃってください、はい、分かりましたはい明日の朝食べを済ませたご高齢の薄皮のクリームパン夜のうちに全部食べちゃったぞこの野郎おい食べちゃってんだよこの野郎お前無理や来いよお前薄皮までやって来いよお前生クリームブレンダーしてやるぞ薄皮のクリームパンでこんなに生きれるっていうねもうクソ弱いよね食ったことあんのかよクリームパンね食ったことあんのか飲み物なしで言ってってもんねうわゲップしねえぞゲップしねえかんな絶対ゲップしねえお前しただろ今ゲップ、うん、ゲップてか何でゲップしてんじゃねえよしてねえよしてだろうが何も飲まないでいけっつうおお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 おなんで牛乳口の周り牛乳ついてんぞついてねえし嘘ついてんだろ嘘ついてねえせんだろてめえが牛乳飲めや牛乳飲めよお前うみーが飲めうみーが牛乳飲めうみーが飲めなんでうめえなんで俺が牛乳飲めなきゃうめえが飲んだら俺も飲むなんでだようめえが飲めよやっかお前やんのお前ちょみくるさん牛乳飲ましてくださいおい表で牛乳飲むぞみくるさん牛乳持ってきて牛乳飲むぞ表でおなんだこれ表で牛乳飲むってなんだろうちょっと健康的っぽい表で牛乳飲むってちょっと健康的っぽいただ健康的なだけだよねはい。さあ、ということで、シンプルに肉体が弱かったり、意志が弱かったり、内弁慶だったり、弱さのジャンルは問いません。ということで。はい、ぜひ皆さん、送ってきてください。そうですね。まあ、はい、こんなやりとりがね、できるかもしれませんので。俺らの、このやり合ってるの、聞いてるの面白いのよ、みんな。どうなのわかんないよ、ね。わかんないよ、ね。別にいかつくもないし、ね。やり慣れてないから、ワード出てこないんだよ。なんでこれ、うれえ、うれえしか出てこない。やんぞ、おい。おい。おい、やんのか、これ。来いよ。来いよ、ここ来いよ。ここ目の前来いよ。慣れてないよ。目の前来いよじゃないんだよ。弱え。額と額とかガンって合わさった瞬間、いたとか言っちゃいそうだもん、ね。言っちゃいそうだよ。あれあんまできないね。ね頭ゴリゴリする感じね。額合わせてゴリゴリ。胸ぐらとかもやっぱ嫌だもんね。うん、怖いよね。服いたってよれんの嫌だしね。よれんの嫌だ。服よれんの嫌だから、ね。シックさん服好きだから。うん、そうそうそう、はい。はい。というわけで皆さんメール送ってみてください。宛先はペコパットマークオールナイトニッポンドットコム。ペコパットマークオールナイトニッポンドットコム。ペコパのスペルは PEKOPA です。ツイッターでは番組の感想をツイートしてください。ハッシュタグはペコパ ANN0 です。はい。あと1個ルールを追加します。うん、こうチーム対抗戦にしたいと思いまして、うん、メールの件名に最弱松井か最弱成田と書いてください。それで対決させてます。うん、はい。
で、お前らの弱さを背負って、俺らも戦うっしょってことで。おいや、お前ら背負ってやっから送ってこいや、どんどん。おい、どんどん送ってこいや。どんどん送ってこいや。おい、最弱滅に倒してやっからね。おい。それでは参りましょうや。ペコパのオールナイトニッポンゼロ。ほら、来いよ、来いよ、おい。あれが質問が松井です。成田修平です。毎週火曜日のオールナイトニッポンゼロは我々ペコパが担当します。二人とも下顎が前に出るかな。ブレーって言って、ブレーって言って、今もちょっとブレてたから、ブレて普通に言った方がいいのかどうか分かんなかったし、慣れてないからね、はい、でも面白いよね、面白いですね、でもなんか、本当にそのいかつい人たちってさ、うん、なんか本当に笑いそうになったりしないのかなって、だからさ、すごい俺ら笑っちゃうじゃん、俺笑っちゃうんだよ、でもその生きり方ってやっぱあれしかないの。強い強くないみたいな、お前よりは強いみたいな感じ。でもなんかさ、いつも見てて思うんだけどさ、なんかその来いよとか言うやん、うん、自分からはやらないんだみたいな。あ、確かにね、先に手出させるみたいな。そうそうそう、お前手出しただろみたいな。うん、そう、いや結局で来いって言ったからやったんじゃん。殴られてもいい覚悟でやってるってわけだよね。だってね、なのに殴ったらお前手出しただろとか言って、でもその前さんざん来いよって言ってるの、うん、お、じゃあ行きますって言う。あと来いよって全然来ないよね。来ない、本当にね。だからみんな来ないの分かって言ってるよ、うん、お互い止められんの街みたいな感じ。そうそうそう、止められんの街、うん、で止めてる方が強いっていう。そう、止めてる方がめちゃめちゃいかつい。止めてる方の力強くて全然マジで前行けないみたいな。そうだよね。あ、そういうのあるよな。でもいや、でも楽しみっすね。楽しみ、はい、皆さんと、うん、このノリを分かれるようになりたいんで、リスナーのぜひ見てみてください。はい、というわけでこの番組は東京都千代田区有楽町の日本放送キーステーションに全国ネットでお送りするぺこぱのオールナイトニッポンゼロです。ぜひ最後までお付き合いください。ここで今日の一曲です。星野源さんで癖の歌。ルフじゃないの。ぺこぱのオールナイトニッポンゼロ。呂布なの？え？成田修平です。松井裕太です。はい。いいですね。キツネダンス。はい。ね、呂布ね。呂布、呂布カルマさんですね。はい。さあ、というわけでメール届いております。はい。広島県、グリーンネームシャコさんです。歯が強くなるガム噛んで、刺し歯2個取れたぞ、これ。どうしてくれんだよ、おい。取れたぞ、おい。また、歯医者予約しなきゃいけねえじゃねえか、この野郎。おい、何言ってんだよ、おい。予約入れそう。そんぐらいで来んじゃねえよ。もう来週予約入れんぞ。歯医者来んなよ、そんなんで。話で来いよ。爪も詰めてやっつ、おい。うわ、紙でも詰めとけ。あ？おい。おい。助けて、早っ。切れ方が悪い。いいね、取れちゃったんだね、弱いね、弱いね、はい、うん、はい、こちらもありますよ。東京都日野市、ラジオネームトリケラトプス。お寿司食べるときは絶対サビ抜きで注文してるぞ、俺。無理や、なんでてサビも食えねえのか。辛いんだよ。食えや、お前。その大人のわびさびってのあんだろ、わかんねえのか。わさびで涙流してらんねえんだよ、こっちは。ツナマヨ食っとけ、この野郎。うわら、ツナマヨ美味しいじゃねえか、この野郎。20個いけるぞ。もったいねえだろ、100均、ね。100均じゃねえや、100円寿司で。俺、イカチーけど、寿司のことお寿司ってちゃんとおつけてんだよ、バカ野郎。何やそんなよ、おい、お前食うか、お前。寿司だろ、おい。もう手で寿司食うぞ、お前。おい、渋谷のウオベ行くか、この野郎。出た、渋谷のウオベ。渋谷のウオベで、おい。もう強いやつ、すっげえ。ウオベにヤンキーとか来たら怖いだろうな、でも。サーモンしか食わねえぞ。いそう。そういや、サーモン10。サーモン10はやばいな。うん、釣りいらねえ、つって。釣りはいらねえんだ。大した釣り出ねえだろ。サーモン10食って釣りいらねえ。生きてますね。はい。さあ、というわけで、皆さんメール送ってください。ペコパットマーク、オールナイトニッポンドットコム、ペコパットマーク、オールナイトニッポンドットコムです。なんか、ペコパの話というかさ、ちょっと私が最近思ったことなんだけど、はい、全部じゃないんだけど、うん、いい意味でも悪い意味でも、うん、ペコパってさ、うん、言われたことちゃんとやる芸人じゃん。わかるかな？なんか何それ求められてることはやりますみたいな。そうそうそう。うん。全部じゃないけどね。はいはい、はい。うん。
だから、なんだろう、想定の範囲内だし、うん、悪く言うとさ、うん、なんだろう、その、例えばトークとかでも、うん、大脱線しないじゃん。はいはいはい。だから、その、大跳ねはあんましないかなって自分で分析しちゃってんのね。うん、なんかその、やっぱり、例えば、ね、工場委員会とかでもさ、うん、もう大跳ねするときってさ、うん、全く想定にない流れになったりするときに、ね、なんか勝手なムーブを起こして、うん、めちゃくちゃ跳ねる人いるじゃん、はいはいはい。でも多分その人は逆もしかりなんだよね、うん。勝手なムーブを起こしてとんでもない空気にすることもあるんだけど、ぺこぱは分類でくくると、うん、その言われたことをちゃんとやる方だと思うのね。ちょっとそのテーマだったりとか、そう、こういう、うん、トークテーマで行きましょうって言ったら、うん、まあそこにしっかり。そうね。はい、だからさ、これは自分たちの中で、まあどうなんだろうなというか、うん、良くもあり悪くもあるんじゃないかなと思ってたんだけど、うん、他の芸人さんどうなんやろうって思った時に、うん、最近さ、同期ぐらいの芸人さんの番組に、俺らがゲストとして呼ばれることあるじゃん。はい。ね。で、その時に、打ち合わせする時にさ、うん、俺この前、ある、その芸人さんの打ち合わせ見てて、思ったのが、うん、この、番組の進め方とかを、割とディレクターに言うのね、うん。こここうした方がいいんじゃないですかとか、うん、このくだり、いらないからやめましょうや、とか、うん、あ、意外と言うんやと思って。うん、で、俺らあんまりそういうことしてこなかったから、うん、あ、なるほどね。なんか、やっぱり自分の意思というか、こだわりというか、うん、そういうのはもっと持って、うん、意見はしっかり言ってっていいんじゃないのかなーなんていうのを最近思ってたのよ、うん、そしたら多分もっと自分たちも責任持てるし、うん、もしかしたらそっから大脱線して大跳ねすることもあるかもしれない、うん、だからまあそういうのもちょっと意識として持っとこうかなと思ってて、うん、で昨日突破ファイルのロケだった、はいはいはい、でまあ突破ファイルのロケでまあ再現ドラマをねその警察官松陰寺がやってくんだけど、うん、その松陰寺の突破ファイルの再現部位のそのボケしろとしては、うん、松陰寺語を喋るところがあるね、はいはいはい、ファフィフフェフォとか、ね、フォレワとかね、はい、フォレワショフィンジ行った日だ、うん、フォイそこの君マチタマフェみたいな、うんうん、そういう言い方であいつ何言ってんねんみたいなのがあるんだけど、うん、その突破ファイルの再現部位の台本も、うん、実は松陰寺語になって上がってきてんの。はいはいはい。うん、もうこう言ってくださいみたいな。そうそう。だから、例えば、その、銀行強盗だったら、金庫44みたいな、うん。そういうふうに、松陰寺語になって台本で上がってくるがゆえにさ、うん、俺が、その台本をまず読めないんだよね。うん、自分の松陰寺語なんだけど、うん、すっごい読みづらいの、文字に起こすと。はいはい、でも、なんて書いてあんだって思って、はいはい、一回、ちゃんと日本語に戻すの、うん。で、それを改めて自分の中で松陰寺語に変換して喋るっていう、うん、結構二度手間なことやってる。だから前もね、あったのがさ、うん、その、犯人のっていうセリフがあったのね。うん、だからそれが松陰寺語で台本で上がってくるときには、うん、ファン人のになってる、うんうん。で、ファン人のっていうのを、俺はちゃんと読めなくて、うん、本番でファンの人のって言っちゃったのね。うん、で、それで、ファンの人だともう全然話も変わってきちゃうじゃん。うん、で、しっかり NG もらって。はいはい、松陰寺語なんだからちゃんと言ってくださいよ、みたいな。すいません、みたいなこと言われた時にさ、うん、昨日のロケで、うん、松陰寺語の台本パッて上がってきた時にさ、うん、この松陰寺語も、俺の中でもっとこだわり持っていいんじゃないかと思って。うん、その、やっぱり、誰かが作った松陰寺語じゃなくて、自分の中で、俺が変換できる松陰寺語で言った方が、うん、自分の中でもセリフに責任持てるし、個性の出し方やし、うん、一つのこだわりかなと思って、そういうところから、ちょっとこだわり持ってやっていこうかなと思って、だからさ、台本にね、うん、もともと、カード決済っていうワードなのね、うん。それが、上がってきた台本が、ファード決済ってなさ、うん、まあ、松陰寺語っぽいじゃん。カードをね。そう。うん、カードをね。で、俺、ファード決済じゃちょっと自分の出し方甘いなと思って、うん、もっと言っていいと思って、うんフォードフェッサイって言おうと思ったの。うん、もう何か分かんないじゃん。ファじゃないと。もうファでもないし、うん、決済もフェッサイだよ、もう、うん。なんて言ってるか分かんない。うん、フォードフェッサイで行こうと思って、うん、いきなり突破入れたから本番、リハもなく始まるんだけど、うん、で、パン始まって、フォードフェッサイ、フォードフェッサイって言おうと思って、セリフをパンって走ったら、うん、ファード決済って言っちゃったの、うん。間違いだと思って。せっかく自分の中ではフォードフェッサイって言おうとしたのに。そうだね。ファード決済って台本のまんま言っちゃったと思って。で、俺、その、
シーン終わった後に、うん、はい、カットでーす、OK でーすってなって、うん、しかも OK 出たやんと思って。あ、まあ、台本通りっちゃ台本通りだったね。だからちょっと一回、初めてよ、突破ファイルで。すいません、ちょっと、今のあの、ファード決済のところ、うん、ちょっともう一回言い直していいですかって言ったら、うん、あ、どっちでもいいんで、ダメですって言われて、やらしてもらえなかったんだよね。どっちでもいいんだ。そう。一死死ぬさんの変換される言葉って何でも、どうでもいいんだ。意思示す場所間違えたと。そういうことじゃなかったと。ぺこぱのオールナイトニッポンゼロ。カードフェス祭。すいませんでしたね。そういうとこじゃなかったんだよね。うんうん、そこはどうでもよい。そこどうしても。もうちょっと番組を間違えましたね。はい、でもいいです、いいですよって、ね、畠山さんも言ってくれてますよ。そうね、うん。やりやすいって言ってる。恥ずかしいよね。暴れちゃおうかな、なんて。やめろよ。できねえんだから、どうせ。はい、いや、たまにさ、俺、うん、結構知り合いのさ、うん、舞台行ったりとか、ライブ行ったりとかさ、うんうん、まあそういうの、はい、結構、出向いたりとかしてるんですけども、はい、この間、先週ぐらいかな、うん、もう、久々に、友達の舞台を、こう見に行かせてもらって、うん、で、その友達は、まあ舞台女優さんとして今頑張ってて、うん、みたいな。で、何回かその舞台を見に行ったことあって、出演している。うんうんうん、で、共通の、会社やってる知り合いの、うん、まあおじさんっていうか、人がいて、うんうんで、その舞台女優さんの、うん、舞台見に行くから、うん、シュペンも一緒に行かないかっていう誘いもらって、うん、あ、せっかくなんで、じゃあ僕も行かしてもらいますって言って。はい、で、一緒に行って、うん、そしたら、もう一人、ちょっと一緒に見に行くっていう人がいて、うん、それが、元 AKB の野呂佳代さん。あ、野呂佳代さん。はい、はい。我々の番組にも、一緒に共演しましたね。共演したりとか。はい、はい。で、それで、野呂さんも、その舞台女優さんも知り合いだから、うん、で、なんか会場に来るから、うん、まあ、せっかくだったら一緒に見てください、みたいな感じで、舞台女優の友達から言われて、うん、ああ、オッケーオッケーみたいな。全然野呂さんも何回も絡んでるし、うん、いいよって言って、で、結局舞台その見終わった後にご飯も行こうって話になってたから、うん、あ、じゃあ舞台女優さんと僕と、その、知り合いの会社やってる人と、野呂さん4人でご飯も行こうっていう話になってて、うん、で、あ、わかりました、つって。で、当日、うん、まあ、だいたい19時ぐらいから、うん、開演するっていう、あれだったから、はい、僕らは、その会社の経営してる人と、知り合いの人と、二人で行った、うん、最初、うん。で、だいたい18時50分ぐらい、10分前ぐらいかな、はいはい、に到着して、まあ、もう待ってたの。うん、で、もう席も30席、40席ぐらいで、ちょっとこじんまりした、そうなんだ。劇場だったから、もうほとんどもう満席状態で、で、もう人も結構埋まったのね、うん。で、俺らも10分前ぐらいに着いて、うんで、いざ19時ぐらいに、うん始まるっていうぐらいで、なかなか始まんなくて、うん、で、あれおかしいなって思って、うん、もう開演の時間だなって思って、うん、したら、遅れてきた女性がいて、うん、まあ、それが野呂さんだったの。いや、野呂待ちかいってなって。おうおい、結構気まじいぞっていう。そういうことか、もう、野呂待ちで、そう。開演遅れちゃって。開演が遅れてて。おいおい。まあ、なんとなく嫌な予感はしたのよ。なんか奥の席とかにもういんのかなって思ってたけど、うん、僕の隣の席が空いてて、そこは関係者席みたいな張り紙が貼ってあったから、いや、まさかなって思ったんだけど、いや、野呂待ちかいっつって。で、来た途端に、こう、みんなの前を通らないと、舞台と客席の間の通路を通らないとトイレに行けないみたいな。だから野呂さんが遅れたのに、トイレ行ったのね。え？おーおー行ったぞ行ったぞっつって。どこ行くのどこ行くのそれ見られてんの？見られてみんな見てます。うわ。で、それでも19時もう2分くらい。うん。で、野呂さんトイレ行って帰ってきて、うん。で、俺の隣の席、いや、野呂かい、やっぱりってなって。うん。で、あー、なんか、あー、ごめん、みたいな顔してんだけど、うん、始まったのが19時5分。野呂さんで5分待ちね、まずね。うわー。もうそこからまず始まったのよ。はんはん。で、もうなんか、でもなんかこう、まあ、堂々としてるじゃないけど、うん、まあ、申し訳ないっていう感じもありながらも、うん、やっぱなんかちょっと、野呂さん堂々としてたな、みたいな、うん、感じあって。シューペルの中ではもうちょっと申し訳なさあっていいかなっていう。うん、うん。いや、で、19時開演で19時2分くらいでトイレ行くって俺すごいなって思って。だったら、そう。先にトイレ行くか、行って遅れてきて、ね、そうそう。うんうん、なら、
いいんだけど、うん、まあそれでまずもうちょっと19時5分で遅れて、うん、でまあ一応始まったら始まったの、うん、もうすごいいい舞台で結構感動するような、うん、それが1時間ちょいの、はいはい、舞台だったんだけど、はいはい、まあそこの感想とか、まあ本当良かったねっていう感じだったの、はいはい、でその後まあご飯行くっていうのが決まってたから、うん、でご飯行って、うん、でその舞台女優さんも後から合流みたいな、はいはいはい、でまずは3人だったのね、うん、三人でも、ちょっとお酒も飲みながら乾杯。村上さん、シュウペイとおじさんと。おじさんと。はいはい、で、舞台良かったね、っていう話から入ったんだけど、うん、俺らからしたら、いや、野呂さん、うん、あれ遅れてくんのやばいでしょって言って。まあまあ、そうやな。もうみんなの視線、マジで 100% 浴びてましたよ、みたいな、うんうん。いや、私もそう思った、みたいな、うん。でもトイレだけは行っときたかったの、とか言って。まあまあまあね、1時間ぐらいだから我慢するの大変だし、まあ仕方ないですね、はい、みたいな、うんうん。で、なんか、最近その、野呂さんって、うん、バラエティよりも、うん、なんか、ちょっと女優業、結構ドラマとかのちょい役だったりとか、そっちも出てんだ、結構そっちに出てるらしくて、あ、そうなんだ。で、僕もなんかドラマで何回か野呂さん見てて、うん、で、なんか舞台女優さんも合流した時に、うん、すごいその女優さん目線というか女優的な感想を言ってた。うん、すごい良かった、うん。女優野呂で会話が進んでいくんですよ。いい、香ばしいね。でも俺からしたら、うん、いやいや、野呂さん、僕らは、うん、女優の野呂さんよりも、うん、バラエティの野呂しか知らねえぜって思って。テレテオで大跳ねしてる野呂さんよく覚えてるもんね。深夜とかでね、うん。で、我々の番組とかも来てくれた時にさ、はいはい、すごく盛り上がったじゃない。あれなんだっけ、鬼ごっこしたんだっけな。そう、あの会社を貸し切って、そうだ、すごい何でもやっていいって言って、うんうん、で、鬼ごっこしたり、缶蹴りしたりみたいな。うんうんうん、その時も野呂さん、やっぱこう、バラエティツッコミとかが、できる、やっぱ冴えてるから、すごかったじゃん。うん、面白かった。で、野呂さんも、あの時の、本当に番組楽しかったよって言ってくれて。あ、覚えててくれたんや。そうそうそう。うんうんうん、でも、なんか、要所要所でね、うん、ちょっとその女優の感じ出してくるのよ、なんか。いやいや、まあ、出てるからね。うん、まあ、出てるから、まあ、仕方ないんだけど、でもね、こう会話してて、あ、野呂さん、うん、いや、よく見たら野呂さんって本当でも綺麗ですよね、みたいな。うん、で、まあそうでしょみたいな、うんうん。いや、おい、みたいな。そうやな。いやいや、そこ普通に丸飲みすんなよ、みたいな。いや、ちょっといじりあるぞ、こっちも、みたいな。いじってるね。ちょっと心の声が、うん、もう野呂さんなんかリアルに出ちゃうのよ、俺も。ちょっとツッコミじゃないけど。はいはい、いやいやいや、みたいな、うん。そこちょっと否定したりとかないですかみたいな、うん。いや、いいじゃん、みたいな、うん。私だって、みたいな。まあ、そういういじりも散々してきたしね。そう、そう、うん、もう歴も長いし、うんうんうん。で、やっぱ僕らよりも絡んでる、やっぱ芸人さんとか、やっぱ上の人多いから、うんうんうん、ちょっとスキルが立ってんのよね。ああ、なるほどね。だから、ちょっと俺がボケたりとかしても、うん、すごいいい感じで突っ込んできたりとか、うん。あ、そうなんだ。で、みんな聞いたことないと思いますけど、うん、野呂さんのおいって、うん、おいとかもう乗ってるやつじゃない。あーはーはーはー、すっごーく心地いい、うん。もう強すぎず弱すぎずの、わかるわ。やばい。わかるわかる。やばい。みたいな。言う言う言う。あれができる人なの。なんか、俺らの時も言ってたな、それ。そう。おいって言ってたな。そう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 。うん、おい、いや、おかしいでしょ。うん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 。もっと私立てろ。みたいな、うん。うん。なんかそういうのがすごい上手い人なのに、うん、いざ、演技の話になると女優ずらすんだ。なんでそんな、そんな感、まあまあ、でもそういう顔ができるって確かに、女優さんなんだな。だからまあ、出てるっちゃ出てるからね。そう。事実として。だからちょっとこう、鼻につくじゃないけど。珍しいね。そう。シュウペイちゃん。いいんだよ。シュウペイちゃんそんな鼻につかないじゃん。うん、つかないんだけど。人は。いや、いいんだけど、もちろん先輩だし、もともとアイドルもやってて、まあ、そうだよ。で、バラエティもできるってすごいじゃん。うんうん、で、野呂さんが、うん、そのなんか、バラエティよりも、今その女優業が多いから、うん、楽しいんだけど、女優を本当に一本でやりたいんだけど、うん、やっぱりちょっと役者さんとかと話してても、うん、ちょっと笑いが起きなかったりするみたいな。うん、トークにやっぱこう笑いが起きないで、うん、ザ、なんかこう、なんだろう、こう普通の会話というか、ね、何も脱線しない起きないような。うんうんうん、でもたまにバラエティ出ると、うん、めちゃめちゃ面白いのって言って。おー。やっぱり、うん、なんかその女優だけじゃなくて、うん、女優やりながらも、うん、たまにバラエティ、が一番今生活的にいいみたいな。おー、これ、ごめん。いやいや、お前バラエティだろって思いながら。お前、ガゼンバラエティだろって思いながらもう。これはさ、俺はシュウペイと同じポジションになっちゃいけないなと思ってんだけど、生意気だな、おい。
で、あるじゃない。しかも、ツッコミも秀逸だし、間とかも完璧なのよ。まあ、バラエティだよね。もうバラエティ寄りだから、うん、いや、もうそれでいいんだけど、でも盛り上がったのよ、その会話とかも結構盛り上がって、うん、なんかその、会社系のおじさんとかも、ちょっと今奥さんとうまくいってないとかの話って、うん、で、俺もなんかお笑いでもうちょっとこう、もっと頑張る。うん、みんなそれぞれなんか舞台女優さんも頑張っていこう、頑張っていこうって。熱い話。熱い話して。うんで、なんかそんなボケツッコミみたいな感じでやってて、うん、で、俺らもなんか、あ、じゃあちょっとメガハイボール頼みますとか言って、うん、たらなんか、あ、私も飲もうとか言って、うん、私もメガハイボール薄めとか言って、うん、なんかそういうボケみたいな薄めとかもやってくるのよ。ほぼ炭酸水じゃん、それみたいな。なんすかそれみたいな。ちょっと芸人より面白い感じにしてくるのやめてよ、ちゃんと振り落ちをね、うん、理解してやってんだな。そう、うん。だから別にいいんだけど、野呂さん、あなたはバラエティにずっといて、あなたはバラエティに戻ってきてくださいっていう。まあでもちょっと女優の自分も見せたいんじゃない？そう。でなんかさ、うん、あの最近インスタで、うん、あの上げた写真が女優の山口智子さんに似てるなんて言って、うん、ネットニュースになってたの。うん、でそれ見せてもらって、うん、ほら可愛いでしょみたいに見せてもらって、うん、いやどこが山口智子だよ。あんたバラエティ要素もう満載なんだからこっち来いやと思って。もしこれが漏れても野呂さんなら多分大丈夫だよ、うん、そう。でも最後までバラエティの人だった。さあ、テーマメール読んでいきましょうかね。はい。どんなの来てんだろうな。いきますよ。はい。福島県いわき市、グリーンネーム、カラオケリスト。馬刺し食べすぎて、次の日の朝、鼻血出たぞ、この野郎。噛んでんじゃねえか。うわ、噛んでねえ。噛んでんじゃねえか。噛んでねえ、馬刺し食べすぎてんで。知らねえよ、そんなに食ってないかって。馬刺し出て、馬刺し食って鼻血出んだよ、この野郎。いや、俺が、つけんぞ、俺が鼻血つけんぞ、グーで殴って鼻血出してやろうか。んだ、弱々しいね。歯で来いよ。何パーなんだ。ジェンキンだったら勝ってんだろうが。うわ、俺だって勝ってんじゃん。海グーだろ、俺パーだから俺の勝ちだろうが。うるせえ、アイコだろ、それは。何でアイコなんだ。アイコに見えても消しくりでいけ。弱そう。続きまして福島県いわき市、グリーンネーム、カラオケリスト。メガネしたまま寝たからメガネ曲がってぞ、この野郎。おい、ダセーな、おめえ。ダセーな、忘れたんだよ。目付きルーペ使えよ、おめえ。はあ、まだ、まだ見え必要ねえわ。うわ、バッキバキにしてるわけよ、おめえ。おめえ、メガネかけたまま喧嘩できっと思ってんの。余裕だよ。全員避けだよ、パンチ。うん、打ってんだよ、おめえ。シューシューシューだぜ、おい。避ける、見えねえのか、俺のパンチ。めっちゃ見えてる、ゆっくりに見えてるよ。ほら、指一本で止めてやるよ。ほら、おい、銃避けてるぜ。あ、避けてるぜ。どっちんじゃねえか。ずっと当たってねえ、無傷だべ。開ける。無傷だべよ。ちょっと遠くやもん、あまり。ねえ。いいですね、これ。弱そうですね。いいんだよね、弱、結局弱いんだよね。この後の会話も弱いからね。弱いって。はい、続いていきましょう。東京都日野市、ラジオネーム、トリケラトプス。ありがとうは絶対言い忘れられねえからな、俺。ギャリビーだろうがや。絶対言うからな、俺。お前じゃ言えんのか、てめえ、この野郎。ありがとう。めっちゃ言えるだろうが、言え。俺だって言えるよ、この野郎。俺、今言ってみろよ、ありがとう。ありがとう。うえ。もう来いよ、お前。いつでもありがとう。あ、俺だってこっちだっていつでもありがとう言ってやれよ。いつでもありがとうって言えよ。言ってんじゃん。ありがとう。おい。信頼してるって言えよ。いつもありがとう、信頼してるぞって言えよ。もう言ってよ。言ったらおめえも言えよ、この野郎。もう来いよ、おい。いつもありがとう、信頼してるぞ、おめえ、この野郎。おい。来いよ、お前。来いよ。ゾンビ仲良くやっていこうぜ。当たり前じゃねえかよ、これ。いつもありがとう。ああ、よっ。ああ、漫才してえな、早く言うよ、これ。二人で。え？マイクの前に立ちてえな。ああ、やっぱ、あそこが俺たちの居場所だろ。俺は漫才師だもんね。ああ、漫才師だ、漫才やってやつ、この野郎。役漫才やらせろ。
これ何なのこれ。喧嘩だよ。誓いじゃねえかよ、ただの。コンビの熱い誓いじゃねえかよ。俺らヤンキー漫才師だったのか。違う。ヤンキーの矢の字もねえわ。ここで漫才やらせろ。漫才やらせろよ、これ。うえ。シンターマイク持ってこい。うえ。勝手にやっていいか。しっかり3分半で締めっからや。時間守るからや。ずっと。絶対3分で終わらせっから言う。絶対舐めんじゃん。さ、ちゃんと伏線回収すったら見とけよ。うわ。ちゃんと頭の自己紹介もすっからよ。気ぬ、手抜いてねえかんな。こなれた感じで漫才やんねえかんな。おい、ちゃんと最後ありがとうございましたも言うぞ、ちゃんと。絶対言えよ。うわ。ネタ書いてんのかよ。俺が書いてるよ。新ネタいつ くれんだよ。楽しみじゃねえか。なんだと、おめえが楽しみって言ってくれたらペン進むだろうが。早くお前のネタやりてんで。言ってくれんじゃねえか、てめえや。早く肯定してくれ。肯定したくてたまんねえ。おめえがそう言ってくれたら、俺今でもすぐドトール行けっから。ああ、もう、早くボケたくて拳がうずうずしてんだよ。早く漫才やろうな。おめえ早く肯定してくれよ、俺を。任しとけよ、お前を肯定すんの俺しかいねえんだよ。あのパターンマジで発明だろ、おい。言ってくれんじゃねえよ、これ。俺たちにしかできねえな、おい。ちょ、待ってくれ、これ喧嘩でもなんでもねえじゃん、はずいわ。普段言えないことを。言えないことを。普段言えない感謝の気持ちを、テーマメールに載せて言ってるだけじゃねえか。うん、うるせえ、ありがとな。うるせえな、ありがとなんて言ってくれなくても分かってるよ、ありがとな。マジ感謝。おぉ、こっちこそな、おい。もう俺の隣にいてくれてありがとな。うわ、居心地がいいんだ、バカ野郎。いよいよ恥ずくなってくるから。ちょっと、まあ、こんな感じですかね。こんな感じなんすかね。こんな感じですかね。はい。さあ、というわけで、引き続きメールお待ちしております。ペコパットマーク、オールナイトニッポンドットコム、ペコパットマーク、オールナイトニッポンドットコムです。さあ、2曲目行きましょう。長屋ちゃんの彼氏もきっとブレイキングダウンが大好き。緑黄色社会でブレス。ペコパのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。はい。なんだろうね、やっぱ俺ら喧嘩慣れしてないよな、やっぱそもそも。俺も喧嘩とかやっぱしてこなかったからさ。うん、しかもなんか、これ何言っていいかわからない。引き出しがないんだよね。うん。要するにブレイキングダウン見たまんましか出てこないんだよね。オリジナルワードがないんだよね、やっぱ。もともとの喋り方とかもさ。はい。そんななんか、おらつく感じじゃない。俺結構、なんていうのかな、落ち着いてるというかさ。うん、結構、こう、優しめにやっぱこう喋っちゃうというか。なんか向いてない、一番、向き不向きで言ったらやっぱ不向きだよね。うん、だから本当にイラッとしても、強く言えないと思う。うん、そう、だから。ふざけんなよ、が限界。なんだろうね。もうふざけんなよってなる。変換できないよな。そのヤンキーが使う言葉にね。うん、よく出てくるよね。だから俺らの世界はしゃくれてるだけだからさ、っつって言ってるだけだからさ。うん、ちょっとあご前ら、ね、ちょっとね、ワード出していきたいけどね。うん、はい。さあ、というわけでテーマメールいきましょうかね。はい、あ、リアクションメール来てます。リアクションメール。はい。はい。グリーンネーム、メカヤカン。うん、おい、シュウペイ、松井に感謝言ってる場合じゃねえぞ。お前、犬の毛がついたプレゼント渡されてんだぞ。もっとちゃんとブチギレろよって。うるせえ！お！リスナーに切れた。仲良くやってんだから邪魔すんなよ、おい。なんなんだよ、お前。言ってたよ、こっちは楽しくやってんだよ。プレゼントもらったら感謝するだろうがよ。メール送ってくんじゃねえよ、お前みたいなのがよ。俺らの中引き裂いてきてんじゃねえぞ、この野郎。今二人でラジオやってんだよ。楽しくやってんだよ。週一の楽しみ邪魔すんじゃねえ、この野郎。だよ。俺の髪切ったの、気づいてくれたかよ。当たり前だろうが。もうさすがじゃねえかよ。ただ、どう言っていいかわかんねえからよ。うん、ただ一つ言っていいか。うん。めっちゃありがってんじゃねえかよ。ありがとな、この野郎。ああ。ありがとな、この野郎。俺もでもだいぶ伸びてきたな。確かにな。ああ。髪ちょっと切った方がもっとかっこいいぞ、お前。だろ？うん。嬉しいな。そう言ってくれるともう髪切りに行くしかねえじゃねえかよ。美容師行くしかねえじゃねえかよ。おめえがかっこよくなるっつんで俺も美容師行くかんだこの野郎。美容師行くぞ。いいんだな言ってこの野郎。美容師行くからお前ちょっと来いよ。あ、こんなとこ美容院やんじゃねえかよ。おい。おい。入ってみようかな。うえぇ！いらっしゃいぜ。後ろこんな感じでよろしいか。いや、まだ切ってねえ状態の髪の毛も見とけや、これ。どんぐらい伸びたかわかんねえだろうが。確かに髪伸びたな。ああ、
じゃあ、こちらの空気椅子に座れよ。いや、空気椅子で足腰鍛えながら切ってもらえんのかよ、この店。そうだよ。舐めんじゃねえぞ、おい。おい。最高じゃねえかよ。では、こちらの雑誌を見て、髪型決めろよ。うるせえな、これ何の雑誌だよ。日本史の資料集だよ。選べるわけねえだろ、とも言い切れねえだろ。これ。ちなみに今おすすめなのが、こちらの空海。最長、空海、千利休、杉田玄白だよ。全員坊主じゃねえかって言うけど、坊主が気合入ってんだろ、この野郎。うえ。坊主の方が気合入ってんだろ、この野郎。じゃあ、切ってきます。チョキ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 。チョキーン。てめえ、お前どこ切ってんだよ、お前。やっべ。大事なとこ切ってんじゃねえか。やっべ。大事なとこ直近しちゃった、やっべ。てめえ、この、いや、こんなものがあるから男は女を傷つけんじゃねえのか、これ。ええ。切っちゃえばいいんだよ、こんなものよ。おぉ。ちょ、待ってくれ。え？もう全然美容師できてねえじゃねえか、この野郎。おぉ。どうしてくれんだよ、お前、美容師生きて。俺、切られちったじゃないかよ。うえ。どうしてくれんだよ、この野郎。悪いな。悪いと思ってんのかよ、この野郎。俺美容師よりよ。俺サッカー選手になりたかったんだよ。いや、いい加減なことなんてねえんだよ、この世の中ね、この野郎。どうも、ありがとうございました。なんで漫才始まってんだよ。ヤンキー皇帝漫才。ヤンキー皇帝漫才じゃねえ。漫才になった時のサブの盛り上がりすごかったぞ。うわぁ、新しいアレンジだ、じゃないんだよ。久々に漫才やったんだ。最近やってなかったから、ね。やってなかったからね、うん。やっぱ漫才いいよね。ね、原型がないからどう言ってるのか分かんない。はい。というわけで、引き続きね。行きましょうか、じゃあ。はい。はい。引き続きメールをお待ちしております。ペコバットマークオールナイトニッポンドットコム。ペコバットマークオールナイトニッポンドットコムです。続いては、こちらのコーナー。ギャルはピュアショーギャル男のピュアなセリフを送ってもらっています。はい、はい、じゃあ早速行きましょう。愛知県名古屋市グリーンネームラジオクロス5。パントマイムを見るギャル男。壁見えたっしょピュアだな。見えたんだね。マジでよ、壁じゃないのね。トントンってやってるけど、そういうマジ壁じゃない、そういう演技だからないんだよ、実際はね。すげえ、マジすげえみたいな。ピュアすぎるだろ。 LINE 聞こうとか多分言うよ。すぐ友達にするタイプ。あの人 LINE 聞こうってね。さあ続いていきましょう。福島県郡山市ラジオネームいい塩梅。就職試験で、面接、就職試験の面接で尊敬する人聞かれたギャルを、うん、みんな生きてるだけですごいっしょ。そういうことじゃねえ。そういうこと聞いてんじゃないの。みんなすごくない。そうなんだけど、誰か一人あげてっつってんだよ。いや、生きてるだけですごくね。いや、そうだけどね。いいね、いい答えだけど。やる、すごい。だからそこからちょっとパーソナルな部分聞きたかったりするから、一応あげてほしいんだよ。すごい、こういう人がなんかこう日本背負ってってもいいかもね。いや、ダメだろ。絶対ダメだろ。さあ続いていきましょう。山梨県富士吉田市ラジオネーム酒井バルデラマ。取調べ室に連れて行かれたギャルを、カツ丼よりスタ丼がいいっしょ。あるんだよ、取調べ室の歴史がさ。カツ丼じゃないんだ、スタ丼なんだね。選べる権利ないんだよ、そこは。決まってんだよ、カツ丼って。じゃあスタ丼で。めちゃくちゃニンニク癖じゃねえかよ。一応ウーバー行けますけど。スタ丼でもいいっすね。取調べ室は唐揚げもつけてください。スタ丼の唐揚げ付きのやつダメだよ、そんなの。欲張りでいいっすか。さあ続いていきましょう。岩手県盛岡市ラジオネーム欲しいもな欲しいも。 Wi-Fi に接続するギャルを、 Wi-Fi の形ピザみたいっしょ。どういうことや。あ、なるほど。あのね、切ったね、あの形3つ電波みたいな感じになって。あれな、なんかワンね、なんかピースピースね、はい、切ったやつな、切ったやつね、このゴリゴリゴリでな、はいはい、何等分化した時。あれピザっていうやつは、まあギャル語だな。ピザね、ピザだな。いいね。なかなかピザには俺は見えないけどね。ポジティブだね。なんかパーティーしたいくなるね。 Wi-Fi 見て、うん、そんなやついね。もうパーティーイコールピザみたいな。 Wi-Fi のマーク見るとパーティーしたくなって。聞いたことないやつ。やっぱギャルの心持ってますからね。さあ続いて東京都ラジオネームおつかれんこんトルティーヤ。じゃんけんで愛子が続くギャルを、ショッ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 。
アイコ言えよ。アイコ言えよ。シャ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 。見たことあるそれ。もうずっと続いてずっとアイコだよ。ずっとアイコだね。永遠にアイコ。シャ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 。アイコまで言ってよちゃんと。いいねノリノリでしょ。シャ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 。シャこれやばい。ずっとグー出してそうだよね。ずっとグー気合入ってるからね。シャシャ。バカだね。ずっとグー出してる。二人とも変えないの。どっちかパー出しちゃ終わんの。さあ今日ラストいくよ、はい、神奈川県横浜市ラジオネーム、魔法の三原色松尾芭蕉になったギャルをシャッ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 これ何松尾芭蕉松尾芭蕉だあ、ちょっとこれあれじゃないもう一回行こうか。え？あれ多分ね。違う？ああ。なるほどね。そうそうそう。もう一回いい？もう一回行きます。時を戻そう。はい。はい、松尾芭蕉、ラジオネーム、神奈川県横浜市ラジオネーム魔法の三原色、松尾芭蕉になったギャルを。しょ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 。シャ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 五七五だよね五七五ねなるほどおい何五七五普通に読んでんだよなんだよおいなんだよおい松尾芭蕉五七五だろうがよおい松尾芭蕉五七五って決まってんだろうがよなんだよ松尾芭蕉シャシャシャかと思ったよでもそういうとこも含めて俺は好きなんだようわー間違いちまって悪いねみんなはい、以上でございますか。魔法の三原色、いいね。ごめんね、魔法の三原色。めちゃくちゃいいの送ってくれたのに、読み方、読み方間違えたぜ。そうやってちゃんと謝れるとこ、うん、最高じゃないかよ。ごめん。俺、松尾芭蕉何やった人かマジわかんなかった。奥の細道だよ。マジすごいっしょね。奥の細道。どこのだよ。奥のだよ。いや、それは違うけど。なんで狭いとこなんだよ。狭いとこ嫌なんだよ。引き続き皆さんの、メールを、お待ちしております。ペコパットマーク、オールナイトニッポンドットコム、ペコパットマーク、オールナイトニッポンドットコム。メールの件名はギャル語でお願いします。もうすぐお花見シーズン。ギャルはブルーシートの四隅を、脱いだブーツで押さえるっしょ調子悪いっしょ。すげえ調子悪いっしょ。しょ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 の時点で調子悪いっしょ。ぺこぱのオールナイトニッポンゼロ。この時間はペコパのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。はい、リアクションメール来てます。はい、神奈川県茅ヶ崎市、ラジオネーム、枝豆オニオン、うん、ペコパが何度もキャラが変わっていた片鱗が見えた気がします。ヤンキー漫才。あ、そうか。ヤンキー皇帝漫才したしね。でも、なんだろう、安易な感じで変えてたのは、もう本当同じノリだよね。あね、これやったらおもろいんじゃないかとか、うんうん、後先考えないで、うん、その俺らがね、ヒップホップ、ラップやったことないのにラップ漫才やったりっていうのが、今の現象と全く一緒だよね。最初はいいんだよね。うん、なんか面白いなって思ったんだけど、ちょっと自分たちら飽きたりとか、そうそうそう。あ、なんか俺らリアルじゃないよね、みたいな。乗ってこなくなっちゃうのか。一番ダメだなと思うのが、もうそのネタはいいんだけど、うん、その平場に立った時何にも出てこなくなるんだよね。そうそうそう。あれ辛いよな。あれ辛い。告知ある人なんで出てさ、ちょっとヒップホップのさ、格好してやってんのに、うん、7月7日の、なんか普通に、中野芸能小劇場で、ライブあります。ぜひ皆さん来てください。そうそうとか言って。MC の人からしたらさ、うん、こいつはなんでヒップホップの格好してんのに普通に喋ってんのってなるけど、俺ら的には、毎回違うことやってるから、うん、そこまで意識がないんだよね、うん。そこまでやんなくていいと思っちゃってるよね。そうなんだよ。そこもやんないといけないんだよね。そう。ヒエヒエヒエとか言いながら。言いながらやんなきゃいけない。来たる来たる7月7日とか言って、俺たちのスペシャルライブかますぞとか言わなきゃいけないんだよね。それもダサいよね。全然韻も踏んでないしさ。ラッパーが言いそうな言葉も全然言ってない。もう言い方だけだからさ。来てほ、みんなね、お客さん来てほしいがためにね、うん、普通に告知しちゃうんだよね、告知しちゃうんだよね。みんな待ってるぞとか。それが今ので片鱗見れたんだ。
なことあるかね。いろいろね、やってきましたからね、我々も。まあね、そうやって感じていただけてありがたいですね。はい。はい、さて、続いてはこちらのコーナーです。ゆる大喜利 in summer。現在コナミスポーツクラブではアリですゆるジム通いというキャッチコピーのもと、気軽に無理なく自分のペースでジムに通う人を後押ししております、うん、ストイックに鍛えなくてもいい、意識を高く持ってなくてもいい、ジム通いは自分のペースで OK、 それがゆるジム通いのコンセプトです。僕たちのゆるジム通いの模様はオールナイトニッポン公式 YouTube チャンネルコナスポのキャンペーンサイトでご覧になれますので、チェックしてみてください。ということで、このコーナーではゆるジム通いのコンセプトに倣って大喜利のゆるい回答を紹介していきます、うん、さあ今回のお題はこんなクラシックコンサートは嫌だです。さあ早速いきましょう。始まったよ、もうこの久々ですね。どういうのこれ、大喜利やってよちゃんと。宮崎県宮崎市、ラジオネーム、レインボーミミさん、職業農業の方ですね。はい、こんなクラシックコンサートは嫌だ。あまり上手じゃない。素人でも見てわかるぐらい。おい、あれ、あんま上手くなく、大喜利やれよ、おい。ちょっと、普通じゃねえかよ。ちょっと、間違ってないみたいな。だから、そりゃそうだよ。だって、上手じゃないんだもん。いいね。うわぁ、この感じ嫌やわ。帰ってきたね。帰ってきてないんだよ。ひねってよ、なんか。じゃあ、続いていきましょう。うん、茨城県、ラジオネーム、キイチゴさん、はい。はい。こんなクラシックコンサートは嫌だ。うん、お客さんが、みな、おにぎり食べながら見てる。ゆる。ゆるいな。持ち込み禁止だし、マナー違反だからね。うん、そう、飲食とかダメだけどね。うん、でもいい、おにぎり食べながら見てください。うん、うん、うん、おー、すごい、いいね。なんか笑っちゃって自分が腹立つな、これ。うん、あのバイオリンの人いいね、とか言って。お前、グー何なんつってんじゃないよ、おにぎり。せめて、用を食ってくれよ、バジャン。さあ、続いて、山口県下関市、グリーンマンネーム、赤巻、うん、赤巻紙、青巻紙、黄巻紙、うん。こんなクラシックコンサートは嫌だ。サボって演奏してない人がいる。じゃあ、それ、嫌だね。フルートのパート5人いるから、俺吹かなくても大丈夫っしょ、みたいな。うん、いや、でも上手じゃないとか、サボってるとか、そういうことじゃないんだよ。なんで出てんだよっていうね。いいよね。そうなんだけどさ。何のためにこの日をまで練習してきたのかっていう。さあ、続いていきましょう。神奈川県グリーンネーム、ルービックキューブン。こんなクラシックコンサートは嫌だ。会場が臭い。そりゃそうなんだけどさ。なんか気になるなみたいなね。大喜利しろや。すごい演奏いいのに、ちょっとなんか臭くない？え、何このに臭くない？なんか生乾きっぽい、なんか匂いしないみたいな。ゆるいな、ボケ全部。臭ーなんて言って。うん。エッジの効いたセンスのあるやつないん。ねえ。続いて、福岡県北九州市、ペコパ世代の方ですね。医局秘書の方ですね。はい、福岡県グリーンネーム、ロンリネス小早川。ああ、ありがとうございます。こんなクラシックコンサートは嫌だ。うん、おならで奏でる。ひどいな、もう。おならとかはもう絶対ダメなんだって。会場が臭いのは、うん、このおならで奏でてた。繋がってんじゃねえかよ、演奏してる人が。こいつが兵士だからやろ。プー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 。そら臭いな。違う違う。演者が演者がずっとそれで音出してたの。ええて、もおならとかの、おならとかで5件でいいて、もう。ブーンとか。ちょっと低い。低いトロンボーン。トロンボーン。低い。ブーンとか。続いて、山口県下関市、グリーンネーム、そこつや。はい。こんなクラシックコンサートは嫌だ。管楽器が全部ちくわ。おかげしたよ。なあ。あれみたいな。その、まあね、穴は開いてるんだけどさ、うん、真ん中に。食ってねっつって。ゆるいな、もう。あれ管楽器だと思ったら、ちくわ食ってねっつって。音鳴ってねえじゃないか。さあ、今日は以上です。ぺこぱさん入り、コナミスポーツクラブのフィットネスポールが当たるベストゆるメールを送ってくれた1名を発表します。シュウペイさん。さあ。俺ね、うん、今日6個ってさ、はい、一応答え箇条書きにしたんだけど、うん、ひどいぞ、これ、うん。1からいくよ。うん、上手じゃない、うん、おにぎり、うん、サボる、うん、臭い、おなら、ちくわ。なんや、これ。さあ、この中から、ベスト
ゆるメールを、ゆるメールですね。はい。はい、どれ？はい。ぺこぱさん入り、コナミスポーツクラブのフィットネスポールが当たるベストゆるメールを送ってくれた一面を発表します。はい。こちら、こんなクラシックコンサートは嫌だ。あまり上手じゃないを送ってくれたラジオネームレインボービミさんです。なんでだよ。上手、大喜利でもなんでもねえから。おめでとうございます。普通に嫌だから、そういうコンサートボケになってないんだよ。すごいですね。さあ、そして来週の、お題はこちらですね、うん、2週目、こちらですね、うん、この料理番組何か変、どうしてそう思った。どんどんじゃないんだよ。こちらを、どんどんじゃないんで、いきたいと思います。太鼓に失礼だよ、こんなもん。この料理番組、何か変。どうしてそう思った。大体浮かぶよ、もう答え。え？さあ、宛先はこちら。はい、ぺこぱアットマーク、オールナイトニッポンドットコム、ぺこぱアットマーク、オールナイトニッポンドットコム。メールの件名は、ゆる大喜利でお願いします。ネタメールと一緒に、あなたの職業や年齢など、人となりもご紹介できたらと思っております。紹介してもいいよという方は、書いていただけると嬉しいです。毎週選出されるベストゆるメール、1名様には、ぺこぱさん入り、コナミスポーツクラブのフィットネスポールを進呈。さらに、メールが読まれた方全員に、コナミスポーツクラブオリジナルのエナジードリンク、レナーとプロテイン、アスボディのセットをお送りします。あなたからのメールをお待ちしております。はい、コナミスポーツクラブでは、ありです、ゆるジム通いというキャッチコピーのもと、どなたでも気軽にジムに通える施設となっております。今なら月額2200円で全国の施設が通い放題。週に1回でも通えば1回あたり550円で通えちゃいます。お疲れの日はお風呂とサウナでリラックスするのもありです。またオンラインプログラムもあるので、施設に行けなくても自宅から参加できます。自分のペースで無理せずにゆるジム通いを楽しむゆるジム族な人たちが今増えています。続々ゆるジム族、詳しくはコナスポで検索。ぺこぱのオールナイトニッポンゼロ。僕はこの目で大嘘をつく。1991年リリースのチャゲアスのヒットナンバー、僕はこの目で嘘をつくと一緒に、お本当っぽい大嘘を紹介するコーナーです。ちなみに、チャゲの最新グッズ情報です。自分の顔のイラストがいくつも入った水筒が人気のようです。水筒ですね。どんなのそれ、はい、めっちゃ見てみたいんだけど。チャゲさんね、キャラクターにするとめっちゃ可愛いんだよね。あ、キャラクター、はい、あ、イラストか。イラストっぽくですね。それでは行きましょう。千葉県市川市、ラジオネーム南部坂47さん。ティモンディの高岸の服は暗いとこで光る。そうだな。確かに蛍光色だからな。蛍光オレンジの可能性あるよね。暗いとこでも分かりそうだよね。分かりそう。続きまして、宮崎県ラジオネームバスケットカウントさん。南原清隆、ヒルナンデスで着てる衣装のサイズは、初回からずーっとレディースの M。めっちゃタイトじゃない。ありえるな、細いんだよな、南原さん。スタイルいいんだよね。スタイリッシュだからさ、うん、おしゃれだし。レディースの M は、まあまあちっちゃいよ。ちっちゃいちっちゃい。ちっちゃいよね。もう T シャツとか、うん、もうピチピチで、ちょっとお腹出るでしょ、多分。でも、ピチピチ感見えないじゃん。見えない。スタイリッシュ見えるから。あり得る。これ本当っぽいよな。ちょっと本当っぽいわ。はい。おもろ。続きまして、岩手県盛岡市、ラジオネーム、欲しいものは欲しいもさん。山下達郎、冷房の設定温度は16度。やっぱ、冬の歌が、流行ってるからさ。クリスマスソング系とか。そうそうそう、クリスマスイブ、やっぱ、汗だくじゃやっぱ聴いてらんないし、奏でらんないってのあるかもしれない、ね。肌で感じるんだね。はい。曲もそれで作るのかな。さあ、続きまして、東京都日野市、ラジオネームサンタイガーさん。トータルテンボス藤田、うんこをするときの声が芸能界一でかい。なんて言うんだろう。うん。なんだろうね。半端ねえ。半端ねえ。半端ねえっていうのかな。えぎいぞ。えぎいの出た。でもこれ嘘ですからね、皆さん。本当じゃないですからね。便器壊れたとか言う。
続きまして、大阪府八尾市、グリーンネーム、ニコニコッチさんからです。寿司職人の右手の人差し指を舐めると、ほんのりわさびの味がする。取れねえんだもん。どんだけ洗ってももう。これでも本当っぽくない？ちょっとね、最近ね、これ本当じゃねえかって思っちゃうんだよね、俺。だから検証してみなきゃ、実はわかんねえぞっていうのが実は紛れてんだよね。はい、続いてラストでございます。大阪府、八尾市、グリーンネーム、ニコニコッチさんから。床屋さんの椅子、最高 1.5 メートルまで上がる。ちょっと上げますねっていうのが、ちょっと上げますねが 1.5 まで。おお、どこまでどこまでみたいな。これ検証してないから、実はそんぐらい上がる可能性もあるってこと、ね、すごいな。はい。あの、切ってる人、上、だから上に行き過ぎ、襟足しか切れないとかね。そうそう。それか、もう美容師さんが超巨人か。上上げすぎて襟足しか切れないっす。わかんない、これでも。まあ、嘘なんだけど、ちょっと本当っぽいってありますね。はい。さあ、というわけで今日は以上でございます。引き続きメールをお待ちしております。ペコパットマーク、オールナイトニッポンドットコム、ペコパットマーク、オールナイトニッポンドットコム、メールの件名は大嘘でお願いします。ぺこぱのオールナイトニッポンゼロエンディングです。今夜の放送はラジコのタイムフリー機能で1週間聞き直せるほか、 Spotify のポッドキャストでは、タイムフリー終了後もこの番組のアーカイブを無料でいつでも聞き直すことができます。なお Spotify では本日の放送分だけではなく過去の放送アーカイブも独占配信されていますので、過去の放送を聞きたい方は Spotify のアプリをダウンロードしてぜひチェックしてみてください。はい、この後4時半からはウエシャンのボラケです。はい、いやーちょっと今日喧嘩いっぱいしちゃったな。喧嘩というか、なんか俺らそのヤンキーっていうのがあんまり想像できなかったけど、いやでもね、これやっぱ今後俺ら戦わなきゃいけない時来るから。戦わなきゃいけない時、その俺ら同士じゃなくて、違うところでね、そのやっぱこっちがタック君って戦わなきゃいけない時もあるから。余裕しやんな、いつでも勝ってこいよ。んな全然負けるしねえし、いいよ、んないよ、なんか文句あるやつら来いや。今日俺ら来いよって何回言ったの。自分たちから行かないからね。全然行かないからさ。仕掛けないからね。仕掛けないね。向こうが来なきゃ始まんないんだよね。さあ、リアクションメール来てます。はい。埼玉県鶴ヶ島市、ラジオネーム、混ぜそばは混ぜるな。はい。おい、おめえら、今日の仲の良さ、最高なんだよ。今日神回なんだよ。ふざけんなよ。そんな面白くねえだろ、おい。いや、もうなんだよ、それ。そういうの言いたいんだったらもう、ね、あの、有吉さんのラジオとか聞いてください。いいんだよ俺らのラジオよ。うで、ああ、何が神回で、なんでこっちが楽しくやってる。うで、うわ、いつも神回だろうが、そうや、おいよ、うだけじゃねえんだ。続きましてリアクションメールですね。こちらも大阪府、ラジオネームマロンショートさんからです。成田、今日面白いラジオだったけどギャル王のコーナーでミスしまくったことだけはちゃんと反省しろよバカ野郎。マジ悪いと思ってるよ。素直じゃねえかてめえよ。全然分かんなかったんだよ。おい、マジで悪かったぜ。お、謝ってたから許してやれよ。おい、おい、超謝るぞ俺は。五七五の概念とかあんまねえからこいつ。何なんだよ。え、しょ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 ってただ言っちゃうからよ。そうだよ、分かるだろ。松尾芭蕉が出てきたら大体五七五って。でもそこがシュウペイちゃんなんだよ。じゃんけんの後だったからまたじゃんけんかと思ったよ。松尾芭蕉のしょしょしょかと思ったよ。あとねえ、ちょっとね面白かったですけどね、あれはあれでね。くしゃ悔しい、ね、のろかよ。インスタフォローしたのに返してくんねえし。おい返すや、のろ。おい、なんで返してくんねえんだよ、のろかよ。シュウペイがフォローしたんだから返すや。なんでだ。でもちょっと、もうちょっと俺らこれ仕上げてこよう。今日もいきなりだったから、ね、そう、普段やってないことだから。ブレイキングダウン見て今度あるんだよね、まずはね、はい、今週の皆さんもぜひご覧ください。はい、はいはい、というわけで今夜の放送は松井裕太と成田修平でした。また来週聞けよ、来週の俺。